2月1日、オムロンヘルスケア株式会社と三重県松阪市の3社で企業の森、森づくり宣言書の調印式を行いました。企業の森とは、企業などが CSR 活動や福利厚生の一環として植樹などの森林整備を行う取り組みのことで、三重県が主催しています。オムロンヘルスケア株式会社は健康機器の開発・販売などを行う企業で、エネルギー消費削減などの脱炭素・環境負荷低減を進めており、今回同社は飯南町かゆみの私有林で森林整備活動及び従業員の森林教育に取り組みます。この日の調印式には、オムロンヘルスケア株式会社から行方純一松阪事業所長、三重県農林水産部から宮崎圭一次長、松阪市の竹上市長が出席しました。三重県農林水産部次長、宮崎圭一でございます。調印式では、最初に森づくり宣言書に署名した後、3社を代表して行方所長が宣言書を読み上げました。私たちは社会の責任ある一員として、地球環境への配慮を行い、環境保全に取り組んでいます。この度、新たに取り組む企業の森においても、持続可能な社会を支える大切な財産である森林を守り育てる活動に。その後、行方所長は、当社の社員の中には松阪市が地元の社員も多く、地域にもっと貢献したいという声が上がり、今回企業の森、森づくり宣言締結に至りました。社員一人一人が思いを持って元気な森づくりに取り組んでいきたいと思いますと挨拶しました。次に、三重県農林水産部の宮崎次長が、企業が主体となり取り組む森林保全活動について、今後も企業、市町と協力して進めていきますので、よろしくお願いいたしますと話しました。最後に竹上市長が、本日無事に森づくり宣言を共同で行うことができました。特に松阪市は7割が森林という状況で、森林の手入れをきちんとすることが脱炭素につながっていくと思います。今回の調印は非常に意義があると感じていますと挨拶し、調印式を締めくくりました。今回の調印により、松阪市内で企業の森、森づくり宣言に取り組む企業は3例目となります。ゆくゆくはですね、社員が子どもを連れて山の森の方に行きまして、森の重要性を一緒に学んだり、一緒に間伐をしましたり、また間伐した木材を用いて何か楽しいものを作ったりとか、そういった活動につなげてまいりたいと思っておりますが、初めてということで、逆に山の怖さですとか、そういったところをやりながら勉強させていただくというようなところもございます。ですので、最初は我々社員の方でメンバーを募りまして、いろいろ道をきれいにしましたりですとか、安全な整備をした上で、順次ですね、安全も確認しながら、より多くの社員、またご家族へという形で活動を広げてまいりたいというふうに考えております。以上です。はい、松阪市で実施していただきありがとうございます。